来たんですけどね、ここは516ヤードのパー5でもうギリギリまで来ましたね。はい、で、まあ、これはねこのパッティングに関してはちょっとラインの読み違いですね。僕ら 真後ろいたんですよ、はい、で最初にスライスして最後弱くなってから少しフックするかなと言わないんですけども、スライスの方をあんまりにも考えすぎてね、でも返しを入れてね。そうですね、はい、はい、もうね最初に打ったのをスコット・シンプソンがぴったりつけてるんですね、はい、まあでも昨日まではスカカンともグリーン外してるわけですこのホールは、ですからまあ乗せておけばいいと、まあ、気持ちも上がってきたでしょうしね、はい、これが尾崎のバーディーパットです。